どうも、のはです。のは。というわけで、質問箱に来た質問に答える、動画ですね。今回第3弾あたりかな。3つ目あたりかな。早速、参りましょう。ババーン。身長は低くて何センチ、高くて何センチまで好みですか、という質問でございます。そうだな、あ、まずは質問を送ってくださった方ありがとう。そうだな、僕の身長が今とりあえず一応170なんだよね。で、まあね、なんとも言い難い身長なんだけどもう一応欲しかったといえば欲しかった身長なんだけど、でさ、なんかちょいちょいさ、なんか見かけるさ、なんか何、キスするにちょうどいい身長とかさ、抱きしめるのにちょうどいい身長さとかさ、流れてくるじゃん。あれがなんだっけ、抱きしめるのにちょうどいいのが8センチとか、キスするのにちょうどいいのが13センチだっけ。いや全然あれだ、うろ覚えだから多分いい加減だ、これ忘れてくれ。それで考えると、いやでもそれはまあ俺なんか考え、なんか聞いても別になんかその身長差、あ、じゃあその身長差がいいのかなとか別にないんだよな。だから身長は低くて何センチだから、低くて何センチ、高くて何センチ、あーでも身長ってそんな気にしないんだよな。まあでも一番なんか安心する、安心するなんかね、別に好みの身長とかはないんだけど、一番安心、一緒にいて安心するぐらいの身長だと160ぐらいなのかな。ちょうど10センチぐらいだとなんか、あ、ちょうどいいかなみたいな、なんか向こうが気にするパターンもあるじゃん。なんか向こうが、私が何センチのヒール履くと向こうの身長超えちゃうなみたいな、そういうのはね、あんま気遣わせたくないし、俺は別になんか全然いいんだけど、向こうがヒール履いて身長高くなっても向こうが気にしないなら俺は別に気にしないんだけど、そうだね、でも一番安心するっていうか160ぐらいなのかな。低くて何センチ、100、なんか154って聞くと可愛らしいイメージあるね。154センチ、150でも154ぐらい、あんまちっちゃすぎんのもどうなんだろう。そんなすごい極端に小さい方と会ったことがあんまないから、140センチぐらいの人とかもいいのかね、中には。まあでも気にしないかな。上も別に俺は気にしないかな。同じぐらいの身長でも向こうが大丈夫なら大丈夫かな。170とかでもね、まあ、バレーボール選手みたいな感じ、バレーボール選手ももうちょっと高いか、モデル体型みたいな感じでもね、僕は全然ウェルカムなんですけども、僕は気にしないかな。向こう次第な気がするかな。相手の女性次第な感じがする。どうしてもね、俺がそんな高くないから身長が。というところかな。はい、ということで、身長は低くて何センチ、高くて何センチまで好みですか、というご質問をくださった方、ありがとう。あなたの身長は何センチなのかな、今度並んで見れるといいね、機会があったらね。まあね、集まりとかあったらね、そういう機会を作れたらいいね、いいですかね。はい、ということで今回はこの辺で、バイバイ。質問箱に質問待ってます、みんな。